皆さんこんにちは。こんにちは。ザンチーム対抗戦次鋒戦です。はい。今回は企業リーグからヨーテル、クイーンズカップから新川綾乃、はい、でザンリーグからブンとなっております。はい。実況は私岡村と、解説ヒロです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、はい、前回ここでね戦ったんですけども、はい、どうでした？いや森さん。うん、いやー、惜しだったなーいやー、もう本当にね、ローピン4枚見えてて、はい、でね、もう水槽も4枚目だったから、もう本当に2筋ぐらいしかなくて、うん、2筋とあとはまあ、うん、ね、もちもちのシャアとか、いやー、なんか勇気出して押せなかったなまあいい表情が抜けたんだね、うん、まあ、ちょっと気を取り直してちょっと後の選手にね期待していきたいと思いますわかりました。ローテルやってくれる。はい、まあ、皆さんね、あの放送対局も何回も出てる選手なので多分慣れていらっしゃると思うんですけど、いやでもやっぱり何回やっても緊張しますね、うん、そうですね、うん、はい、まあ、緊張はしますね、うん、慣れとはいえ、まあ、本当放送対局の部屋が静かなんですよね、また、うん、だからそれでまたちょっとね気持ちがくっと、いやー、背中、うん、めっちゃ後悔してますまあちょっと気を取り直して、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、それでは選手入場です。はい、クイーンズカップから新川綾乃、可愛らしいですね。ザンリーグからブン、可愛らしいですねで企業リーグからヨーテル、あ、なんか髪の色戻ってますね。お、うん、なんか今日あの企業リーグの選手は今日ボーダーじゃないぞ確かにボーダーじゃないヨーテルって、あれなんかボーダーの悪魔みたいな、そうそう、ボーダーじゃないヨーテルってめちゃくちゃレアなんですよ、うん、おお、本当にレア、本当にもう僕マジボーダーの服しか見たことなくてすごい持ってるんだボーダー以外を、そう、ボーダー以外の服、いや本当にヨーテル知ってる人だったら本当にすごい珍しい、本当に。そう、今日なんか企業リーグの選手は髪をあのヘアセットして気合い入れてると。ああ、確かに、はい、プロの美容師を呼んでるですね。いました、スタイリストさんがスタイリストさんがはい、ヨーテルもかなりキメキメで来てます。確かになんか、では当杯の開始です。チーチャが、クイーンズカップから、新川綾乃ですね。ナンチャが、残陸分で、シャーチャが、企業リーグヨーテルとなってます。ハイパイどうですかね。お、もう整ってますね。お、良さそう、良さそう。2メンツもできてる状態ですね、うん、もうメンツってまっしぐらですね。はい、ブンさんはちょっと重いですね。そうですね、花が1枚、赤が1枚、ドラがトンになってますね。でも白かぶったら急によく見えました。うん、叩きますかこの白は。どうですかね、ブンさんはどうだろうな。結構まあ面前も面前寄りな気がしますけど。うん、さあ泣いていくか。ヨーテルはどうですか。とりあえずもうワンブロック欲しいって感じですね、うんうんうん、お、いいシャンテンになりました、ね、さあドラを切ってきました。早い早い、花を抜いて、うーん、お、手が進みました。引き締まってますね。うん、シャーかいつも若干見えるから、そうですね、シャーギーパーソー、あ、さらに、はい、素直ですね。はい、さあ今行きそうなのは、お、これでイーシャンテンですね。リャンピンスッチーピンのイーシャンテンです、はい、はい。イーシャンテンが2人、カンニャンピンでもテンパったら即リーですかね。即リーしそうですね。お、広くなった。お、ここでイーピンを切る、うん、これ5-5のくっつきになりましたね。なるほど、お、テンパった、どっちだ。お、6球層か。あ、でもウーソー、赤ウーソーあるから、お、ちょっと強気にいきましたね。さあ親番の新川へのリーチ入りました。上がり率は6球その方高そうですけど、ウッパスの方打点が高いですね。うそうですね、何枚残ってるか、あと3枚ですかね。しかもこれヨーテルのウーソーが捕まる可能性十分にあります。
ヨーテルの美味しそう。ヨーテル5号くっつきなんで。あ、確かに、はい、ウーピンの方にくっつくと飛び出ちゃいます。飛び出ちゃう、はい、ブンさんは一歩後退。お、これは当たらない方、当たらない方です。追いかけ、さあ追っかけリーチ、サブロッソ、トンパツからめくり合いです。サブロッソは1,2,3,4,5,6。あー、後ろパッチ、おお。サブロッソあと1枚ですかね。あ、結構薄いんですね、うん、でウッパソーが 1,2,3 枚ですかね。ウッパソー3枚、はい、3対1。まあ、1か。サブロッソめっちゃ薄いんだ。めっちゃ薄いです。あ、1枚いけた。1対2。白ポッチもすぐ消えちゃいましたからね、うん、さあブンどうしますかね。1対1のめくり合い。チーソー、今切られたチーソー、うん、ブンさんはちょっと間に合わなそうですね。そう、2件に近いくぐっていくのはちょっと厳しいですね。親輪も入ってますし、この新川さんのウッパーソー6球層ね、難しいですよねこれ。そうですね、うん、上がり率だけだったらウッパーソー切って6球層の方が端っこだからちょっと出やすい。うわっ、ラス 1! ラス1、今日の要点はちょっと違う。ディーズも4、ハネマンの、あ、ハネマンの0枚ですね、裏はなし。うん、なんか最近ヨーテル放送対局やれるんすよね。おお、うん、ついに放送対局でも実力を見せるようになってきた、うん、なんか万年ついてないキャラだったんですけど最近なんか違いますね。髪型変えたからかな。やっぱ大事ですか、ビジュアル、うん、そういう風水多分あると思うんで、うん、まあ、カニミョウをシャアを一泣き、へ、はい、親番がブンになってますね。ドラがイーピンです。打点はそんなに、あ、でもあるな。でもイーピンがドラなんで羽マン見えますね。4点で確かに。 E ピンが統一、はい、お、あ、これで引き締まった。本一一直線ですね。これはいいぞ。新川さんもまあまあ、うん、文さんもまあまあですね。青叩ければ進むが、うん、さあイーシャンテン、わあ、さらに高くなった。これ高くんじゃないですか。青、あ、もうポンしましたね。青ポン、文さんが青ポンして、一応三シャンテンですね。三シャンテンですね。両手ではもうパンパンのイーシャンテン、うん、わあ、ペンチピン入った。新川さん広いイーシャンテンです。ヨーテルは今にも張りそう。あ、お、いいじゃん、リャンピン。あ、リャンピンいいよこれ。ヨーテル、ヨーテルのリャンピンがまた出そう。うん、捕まりそうですね。キューピンの方にくっついた場合出ます。うん、あ、そして一発キャッチ。さすがに出ない。まあとりあえず現物があるうちは現物で、うん、押すのか。そうは、まあ、まあ通ってない範囲が多すぎるんで、全部通ってないですね。うん、一旦キューピン切って、その数層のくっつき、そうそう、数層よりは、うん、数層のくっつき込み、一応シャア薬杯なんで薬はあるんですよね、うんうんうん、だから数層ぶった切っていくと、結局その後引いてきたウーソーとかね、三蔵とかも全部つもぎっていかなきゃいけない感じになるんで、一旦キューピンですね。これシャア薬じゃないですね。え、本当に酔ってるなんちゃなんで。あ、ほんまや、うん、あ、これ数層にくっついちゃうと薬なしになっちゃいますね。あ、じゃああれですね、手を狭くしてまで、うん、受けたね、まあとりあえず一発はって感じですかね。ああ、分散は きつそうです。さあ白ポッチも残ってますね。うん、リャンウーピンは1,2,3,4、残り4枚、うん、さあ戦いに行けるのは今のところヨーテルぐらいか。ローテルドラ花が3枚。ああ、ちょっと行きたくなってきた。ちょっと行きたいけど、まあチュンションパイ、うん、でチュンションパイ全部通ってないですよね。全部通ってないから、そうですね、うん、かといってじゃあね、チュン、リャンピン、イーピンとかこうね、スーソーウーソーとかって、うん、切ってくるのはさすがにっていうので一旦様子見。あ、これ、あ、これ押しますね。今日のヨーテルは違う、うん、しかも当たり牌止めて、当たり牌を吸収しましたね。ただ薄いんですよね。ただリャンピン、スーピンは1枚ずつ、でも1枚ずついるのか、うん、なので2対3ですかね、うん、パーピンも押しづらいな。さあ分散もうないですね。ペーペー切って今スーソー、うん、スーソーがさっき通った牌、はい、お、うん、あ、これ9ピン切っちゃってますからね。
フリーテンには受けない。フリーテン三面ちゃん。まあ一数ピンが自分で5枚持ってるんでちょっと濃いところなんで切りたくないですね。あ、わ、両ピンがなくなりました。残り1対2。なかなか積もれない新川への。数ピン1枚、ウーピン1枚ですかこれは。あ、ウーピン2枚いるのか。ウーピン2枚ですかね。まだ2枚。ウーピンが1枚の、ウーピンが2枚。いく。ヨウテラも一直線ですね。これまだ4花の可能性もあるんですが、分散はちょっと手が苦しいですね。ちょっと行きにくいですね。もうチュンも切りにくいし。お、これどうする？しょっぱいな。ちょっとヨウテラがね押してるのはもう目に見えてるんで。そうですね。実質二軒リーチみたいなもんですもんね。二人相手に。わあ、ウーピンが全て吸収しました。1対1。全回収。あ、チーピンは幻別から切り。ちょっとでも、おー、取った、やめたよ。おー、ラス1リーズもドラドラ、リーズもドラ、裏1マンガンの1枚ですね。裏1でかいですね。裏1でかいですね。はい、トンラスです。トンラス、親が、ヨーテルです。お、ダブトン統一。お、ハイパイ良さそう。ソーズが揃っていて。メンツこそないですが、かなりターツが多いですね。そうですね。オフ。さあ、進化も。花を抜いて、ウーピン悪くない。悪くなそうですね。ドラから切ってきました。分散は、悪くないですね。なんかヘッドレス系なんで、ちょっとなんかうまいこと言ってほしいですよね。お、いいぞ、ターツが足りた。お、鼻抜いて、さあ酔ってる。じゃあ若干チートイツも見える形ですね。これは染めに行くんですかね。ソフトが引いてきたらもしかしたら本日チートを目指していく可能性もありますね。ちょっとツモ次第ですね。これはチッパーピン払うか。むずいな。これどうするんだろう。でもファーキュー層、あ、なるほど。なるほどね。一番ロスの少ないいい層。一通を見切った感じですね。さあ進化のイーシャンテン。一通層パス層のイーシャンテンです。素直にね、進化さんテンパイするとなんか打点がそんなにない感じになっちゃうんで、なんかピンズね、ああ、まあ貼ったらもう貼ったでいきましょう。リーチドライチ。一通層。花があるんでリーチドラドラからですね。リーチドラドラから。分散いそ間に合ってる。はい。リーチと言われましたが、まあヨテルは、ヨテルは結構してきそうですが。落ちそう。分散も結構いいな。分散も整ってきましたね。しかもいそ処理してるから。お、あ、これは両面両面なんで、まあトンか急走、まあトンなんのかな、トンか急走。トンですかね。お。ダブトンを払ってきました。ヨーテルは嫌なんでどこまでも。イーソーが2枚切れてて、スーソーが3枚、持たれてるんで2の1だから3枚残りだ。意外と少ないですね。足のパッチ。リーチかけてから来てほしかったな。あ、止まった。あ、リーズもドラドラ。お、進化力強い。勢いあるね。裏一。リーズもドド裏。万願の一枚。もう一枚をこうね、もうピッピッと持ってきますね。いや、積もるっていうのがやっぱでかいですよね。一枚ずつ取っていく。はい、難入です。親が進化へのドラが小そうです。リーチして積もる。このマージャンの勝ち方の王道ですね。おお、そうですね。やっぱ積も力がないと。最後で一枚持ってこれないやつは勝てないですから。そうですね。ハイパイどうですか。いいとこ入りました。いいシャンテン。いいシャンテン。一通含み。ノリに乗ってる。分散はちょっと重くて、ヨーテルは統一が3つ。これちょっと重いな。キューピンから。お、この発はヨーテルポンするかも。はい、泣いてきました。さすがヨーテル。いいピンかな。これはいいピン。なるほど。
イーソーキってペンカン3品のシャンテンにも切られますけど、まあ狭いですよね、まだちょっと伸びを見たいところです。さあトンも鳴いて、はい、ポンしてイーソー、スーソー、あ、スーピンとチーソーのくっつきですね。ここで両面ターツができた。パーソーパーソーパーソーを切っていく、はい、なるほど。まあ、はい、パーソーあれですね、まあ、5つのあたりでヘッドがね、あ、これとかこれとかいいですよ。そうそう、これとかできた時に何ポン点取れるんですよね。素晴らしいですね。ピンクが消えるんですけど、はい、まあその2手先というか、うん、そこまで想像できてるのはすごいですね。うん、これで素晴らしい。これでポン点も取れます。ポン点も取れるし5つも見える。うん、さあ分は花は集まるんですが、なかなかきつい展開が、うん、この時点でもうブンさんはなんか俺の番じゃねえなっていう気持ちしてますよね。お、あ、動き重ねた。方向引くんだ。これはでかい。あ、親のリーチです。いっすそう。いいぞ進化は。勢いあるなやっぱり。やっぱ若さですかね。よくね、ジャンソンのおじいちゃんとかね、その若い子はツモがいいとかね、ツモが若いねとかって言いますけど、本当、あ、要点捕まった。即掴みです。リーチ一発赤さん。リーパツドドドマンマンガンの1枚、はい、親なんで1万2000点ですね。ヨーテルも若いんですけどね。あ、そうですね。はい、この前ツイッターで、ええ、あの誕生日報告してて、26歳ぐらいか、それぐらい20、はい、俺会った時まだ大学生だったもんな。あら、そう、天保位でもない、ただの大学生、ただの麻雀、ただの麻雀が強い大学生でした。それは天保になり、ホース対局出て、すごいすごいな、はい、わすごいすごいすごい、これはこれはダブルチャンスだったんですね。さあ、どうしますか。本一にしたいけど、本一いくか。ただね、ウーピンがダブドラっていうのがあるからな。あ、本一きましたね。本一きましたね。うん、まあ、ダブドラは不確定のレア班ですけど、本一は確定でね、2班か3班もれるんで、うん。そうですね。うん、あ、予定もいいとこ引いた。まさかブンさんがね、もうパッと見これこれでポン点ですよ、もうポン点。あ、取らず、あ、これ大振りにいってますね。ポン点取らず、あ、マンガンじゃ気が済まないと。うん、まだまだ、さすがにまだ自分が一番早いから。まあでもこれかなりこうす、おウーピン、これする、うん、これスルーするのはかなり攻撃型のマージャンですね。そうですね。あ、あとこのルールの特性もあるかもしれないですね。一発裏ポッチしかチップが取れないんで、あ、やっぱリーチしていきたいってことですか。そうですね、取りに行ってる可能性はあります。しかもまあこのシャードのペーダーのチェーンのってまた泣けますからね、別に、うん、そうですね。鼻を抜いてこれでも自敗立て引いて両面連敗したらもう勝てる気しかしないですよ。そうですね。もう絶対上がるやんそんなん。はい、どうか。進化はもういいシャンテンですね、うん、なかなか埋まらないウッパーソー。あ、この2枚目のチューンはさすがに泣くか、うん、そろそろかなって。これスルすると結構きつくなっちゃいますよね。はい、結構、いや、もう限界ですねこれが。そうですね、うん、これでウッパーソーの、漫画のテンパイですね。はい、スーソー、スーソー、これはイーソーを切ると少し形が。そうですね、三蔵とパーソーの受け入れ。はい、てるも、うん、なんか多分ブンさんなんだろうなってすごく考えてると思うんですよね。数ピンね、数ピン3ピンって切ってきて、そうですね、うん、なんだなんだってところからポンしてるんで、ドラターツですか。 あ、広くなりました。ペーを鳴いて一スチーソー、これ跳ね場になりましたね。薬薬薬薬薬ドラドラウッパーソーから一スチーソーの街も良くなってます。はい、ただイーソーがちょっと薄いのか。イーソー2枚ですね、うん、スチッソーも薄いですね。進化は4枚持ってます。これは出ることはなさそう、うん、ウッパーソーと比べてそんなに街が弱くなってないけど打点は上がってるんで、うん、進化川の剣の三蔵パーソー6キューピンもまだいそうですが、どうか。6キューピン最初に引いた時が難しいですよね。どっちに受けるかですね。もう想図が高い場なんで、
できれば総図から埋めちゃいたいですよね。うん、文さんが総図結構持ってる気配あるから、うん、総図待ちになった時マジでテンパイ、なんならテンパイ通れないかもしれない。うん、両面待ちになったら頑張る説はあるけど。佐渡かパーソー両パーソーにする。両パーソーにしました。両パーソー川に全然出てないんでイスッチよりはよく見えますね待ちは。ただ実際はあ、まあでもリアンパーの方が良さそうですね。マイセッティング。あ、連続が出ない方を引いた。さあこれは行くのか。一応急走は筋の範囲なんですよね。そうですね。ブルさんの川にローソーだけ放たれてて、うん、まあ、ちょっと怖いが、ちょっと怖いけど親番につきリーチ。いやこれ勝っちゃいそう。これさあこの6球ピンどうか。バチコリバチコリ。あー、イスッチだったら勝っていた。いやでもさすがに受けれないな。さすがに受けれない。いや可愛いカメラ目線がありました。ってことはこれ新川さんパッツもですよ。これあいや一発三ピン六九ピンなんですよね。六九ピンは六九ピンは九ピンが山に三枚。え、ま、めっちゃめっちゃいる。ローピンが一枚。この順目でめちゃくちゃいます。あ、これ新川さん上がりですね。ブンさん、あ、白ポッチ、白ポッチもいた。ブンさんが六九ピン持ってきたときに、あ、嘘つかんだ、嘘つかんだ。これは出ばさい。本一役役ドラさん。まあでも新川さんはこれ絶対リーチなんで。そうですね。しょうがないですね。もうだって顔が当たった顔しましたもんね。いい表情しましたね。あーあーみたいな。まあ分かっててもね、ちょっと曲げなきゃいけないところあるんで。そうですね。何二曲ラス前です。はい。ドラがイーマン。文にドラが統一、ウソウソ、ハツが統一、良さそうですね。うん。打点があるんでハツは一泣きしそうですね。一泣きしそうですね、あれは。お、手が整ってる。進化も相変わらずハイパイがいい。文さんは統一4つあるんでチートイツ系の手狙ったら倍満までありますよね。うん。チートイツは打点が上がりやすいから。わ、新川さん広い、めちゃくちゃ広い。さあこれどうしますか。うん、5ドイツチートイツのイーシャンテン、チートイツのイーシャンテンですが、これトンとか外れた時にどうするんだろうな。メンツテンの方が広さだったら泣きますか。うーん、僕泣きそうな。いやでもな、打点あるから、ね、なんかチートイツって貼る時はすっと貼るんですけど、貼らない時もずっと結構沼るんで。そうですね、貼るならもうスッと貼ってくれって感じですけど。うん、新川が広いイーシャンテンですね。まだやっぱりこれ泣くとリアンシャンテンになっちゃうからな。泣かなそう、泣かなそうです、まだ泣かなそう、うん、今持ってるローピンが3ピンとかに変わったら泣いても良さそうですけど。なるほど。うん、ちょっとメンツがまだ形が良くないとかですかね。うん、うん、チートイツイシャンテンの方がまだ近く見えるんでまだ泣かないですね。うん、さあ前どこパワーピンを切っていく。うん、ああこれとかチートイツの街にするにはめちゃくちゃいいんですけど、うん、今じゃあローピン、うん、そうですね、メンツテも一応見てるとは思うんですけど、はい、まあウーピン入ると難しくなっちゃうっていうのがある。打点はもう十分なんで。そうですね、はい、まあ中段切り位置打てればいいなのシャア。安ピンローソー引いてきて爆裂リーチ打ってるんですけどね。しかもヨーテルのこのチューンがね捕まってるという。お、ヨーテルもチートイツイシャンテン。そう、ヨーテルもそのワンチャンチュンタンキリーチしたいなーの気持ちのチュン持ちなんで、これそうチートイツになったら。お、チート固定しました。決めたぞ。これはチュンをいつ切るかによってまた変わりますね。ヨーテルのあの579のピンズっていうのがやっぱりメンツになりたいですよね。さすがにここで決めましたね。うん、何度切っていく。なかなかテンパらないですね。広いイーシャンテンですが。いやこれね、どっちが最初にチートイツ貼るか勝負になってる気がします。あ、ヨーテルが貼った。いやこれはチュンタンキです。でもブンさんももう割と押すしかない、押すしかないってほどね。あ、でもあれこっちも貼った。あ、これは三蔵切って一数ピンです。これ負けそう。リーチ。さあ一数ピンは山ほどいます。そしてお、あ、あれ、あ、スピンさっき切ったんだ。さっき切った。ああ、そうかそうか。戻ってきた。これ。しかしまあどうしよう。チュンが危ないですね。危ない危ない。めちゃくちゃ危ないです。ヨーテルの現物で一枚切れ。チュンある。ああ、きちゅこれ。先に貼っちゃった方が。リーチ一発。
発チートイツ赤赤花、あハネマンの出上がりです。いやお互いにやっぱね注意いいとこだなってこう持ち合ってたのが、そうですね、こういう結果になっちゃった。あこれはちょっときついですね。あそして展望状況が、まあ、しょうがない。はい、でオーラスですね、はい、親がヨーテル、展望が、ヨーテルがトップ目56,000点、2着が新川への54,000点、結構僅差なんで、これまだ分差ハネマン積もれば全然逆転、そうですね、はい、点差は全然、あいいシャンテンだヨーテル、新川さん花々、新川2000点上がればヨーテルはもう上がりトップなんでもう何でも負けるでしょうね、連敗したら。分差も一通含みこれさあどうしますか、パワーピンでポンテンの構え、うん、そうですね、ポンテンカンパーソンに取りたい、ドラを重ねる新川さんも方が上がりトップなんでもうまっしぐらいですね。うん、そうですね、これリャンゾーなのか、リャンゾー切り、うん、結構まあこの僅差のオーラスでもう全員行くしかない状況なんで、ヨーテル何バックでも取るかもしれないですね。なるほど、うん、行くしかないから、これ急走、あこれはシャボリになりますね、スーソーの方切るか、チーソー切ってリーチ、チーソー切ってリーチ、はい、あわよくばチーソーの壁を作っていくと。さあ難は山2ですね、山2、急走がここに1枚分が1枚、現時点ではかなりヨーテル優勝説あるな。うーん、まあ、ちょっと他がまだ少し時間かかるっていうのと、ムンさんはまあ押すしかないんだけど、どう押すかを考えてますよね。そうですね、行くは行くんだけど、あ一発で急走リーチ一発赤、はい6000点ですね、6000点の1枚で終了です。はい、まあ、押すは押すんですけど、まあ新川さんが絶対来るっていうのもあるんで、もうなんか先に危ない、はいキット系ぐらいの感じで来るんでしょうね、うん、そうですね、はい、はい、あーヨーテルよくやってくれた、そうですね、やってやってまあ、これで企業リーグが1回戦がラスでしたが今回トップ、はい、でクイーンズカップチームが2着2着、うん、でザンリーグが1着3着なのでかなり平たくなったんじゃないですか。平たくなりましたね全5回戦なんで、はい、2回戦終わった段階でもかなり平たいです。はい、そうですね、まあ、5本勝負なんで、あと3本ですね、うん、いいですね、なんかあの最後目なしになるとちょっと悲しい感じになるんで、あ確かにこんな、はい、こんな感じいってほしいですね、はい、まあ、条件があった方が、はい、盛り上がると思うんで、はい、では、地方戦をお送りしました。次は、なんていうんですかね、中堅戦、そうですね、中堅戦、はい、次回中央の3名は下にテロップで出しておりますので、そちらの方でご確認ください。はい、ではまたお会いしましょう。さよなら。